と7年間泉様にお仕えしてきました。泉様はいつも竜王寺家次期当主として常に正しい振る舞いをされてきたんです。なのになんでこんなに不尽な。受けるかどうかはあなた次第です。お願いです、泉様を助けてください。お願いです。皆さんのお力でどうか泉様を。私たちの力でって言われても。他の家のことに口出すのはな。もうやめろ。皆様にはそれぞれ立場がある。竜恩寺家の問題に口出しできるわけないだろう。でも執事が感情に流されてどうする。これ以上みっともない真似は。何がみっともないの。姫様、木場さんは泉さんのそばにいたいって言ってるだけでしょ。みっともなくないじゃん。東雲様、木場さん、私協力するよ。協力ったっておめえ何をどうすんだよ。それは分かんないけどさ、とにかく泉さんと話し合って。その必要はないわ。泉様、木場、よそ者に余計なこと言わないで。余計なことって。東雲さん、あなたにデュエルを申し込む。デュエル？デュエル？あなたが勝ったら私はどんなことでも一つだけあなたの指示に従う。私が勝ったらあなたにはこのセールチャージョ学園を去ってもらう。泉、なんでいきなりそんなこと。この学園に彼女がふさわしくないからよ。泉様、東雲様はお嬢様を心配してくれてるんですよ。関係ない。しかしそのようなデュエルに意味はないのでは。勝利されたとしても泉様はこの学園から残れるのよ。え？ある方が約束してくれたわ。あなたを学園から追放すれば私をこの学園に残してくれるって。誰だよそんなふざけたこと言い出したやつは。答える必要はないわ。でもデュエルって言っても勝負になりません。この二人では。誰も執事同士のデュエルなんて言ってないわ。今回戦うのは私たちよ、東雲さん。お嬢同士のデュエルなんて聞いたことないよ。前代未聞ですね。ふざけんなよ。ねえ、こんなの付き合う必要ねえぞ。くだらねえ条件飛びついて自分のこと心配してくれてるやつ巻き込むとかありえねえだろ。おめえそれでも本当にそれなんかよ。ああ、バカバカしい。帰ろうぜ。一人で帰れ。え、メイ様、このデュエルお受けください。は？何？ただしデュエルの内容はこちらで決めさせていただきます。いいでしょう。ちょっと何勝手に話まとめてんのよ。覚悟を決めください。メイ様、ふざけないでよ。なんであんな勝手なことしたのよ。メイ様が泉様のために力になりたいとおっしゃったからです。だからって。メイ様なら泉様を救えます。負ければいいって言いたいわけ？違います。だって私が負ければ泉さんはこの学園に残れるんでしょ。じゃあ負ければいいってことじゃん。メイ様は負けるわけにはいかないはずです。負けてこの学園を去ることになればメイ様の望みを叶えることができません。叶えられるよ。メイ様、両親の骨ルチア様が一緒にお墓に入れてくれるって約束したから。だからもうないんだって。ここにいなきゃいけない理由もお嬢様目指す理由も。それが私を避けておられた理由ですか。正
格悪いよね。あんたも金太郎さんもちゃんといるじゃん、本郷家にふさわしい後継者が。なのに私に本郷家にふさわしいお嬢様になれなんて、バカにしてるよ。デュエルは明日の正午、内容はすでに学園側に伝えております。公正な勝負のため内容は明日発表いたします。聞く必要ないでしょ、戦う必要も勝つ必要もないんだから。それから私は明日のデュエルには立ち会えません。申し訳ありません、諸事情がございまして。好きにすれば、もう私の執事なんかやらなくていいんだから。悪いけど私行かないから。行ってください。デュエルなんかしない。してください。勝ってください。もうないんだってば、ここにいる理由が。私には理由があります。え？メイ様にお仕えしたいという理由が。正面からデュエルを挑むとは、優等生の龍恩寺泉らしい発想ですね。柴田理人が申し出を受けたのは予想外でしたけど。東雲メイから離れたいのか、それとも。いずれにしてもデュエルの最中に。ええ、デュエルは危険なものですから。事故が起こることもあるでしょう。事故ねえ。メイ様、朝食とデュエロで着ていただく服をご用意しました。本日のデュエロの勝利を心から願っています。量が多いのは非常識な隣人の分です。これは何？ビフテキですね。こっちはな、カツ。敵にカツですね。出てって。ん？頼むから出てって。民姫様、